ですね。お疲れ様です。今はどこに向かってるんですか？ミッチの家確認しよっか。ちょっと一応まだニミちゃん、はい、なんかレギュラーみたいな感じで勝手に名前呼んどるし一応家帰って宅飲みするわっていう許可だけど、今日で、はい、どうしたってカメラ回すかみたいな。そうですね、動画撮るといけないですからね、また、うん、よし行きますか。行きますか。スピンを公開しますね。スピンさらします。誰の？ミミちゃんです。ミミちゃん顔出してないじゃんなんか聞こえた、なんか声聞こえたな。はい。あ、頼んだ。あ、嘘。ちカメラ回し？カメラ回し？最初回すつもりなかったんだけど、テラが回せ回せってうるさいもんね。いい。お金現金？現金だけ。ああ、じゃあいいよ。すいません、お邪魔します。今ノーメイク？いや、ちょっとしてます。どこ？目？目してます。ちょっと女子モザイクかける。目だけ目だけモザイクかけるわ。ノーメイク？いや、ちょっと目だけ。デルキーになったね。なんで俺こんな風になっちゃった？ちょっとキミちゃんだったら絶対聞くっすよ。なんでデルキーになった？逆に羨ましいですけど、ちょっと幅が狭すぎちゃって。いや俺気持ち悪いじゃん。なんかちゃうね。なんかこうやって眩しいとこうやってなる。なんかなんかめっちゃ点止めみたいな感じ。そうで、しかもなんか筋肉も切ってくれたんでしょ。そうです、筋肉も上げてるんで。いや、それが眼筋濃すぎたと思います。いや、俺はなんか言われたのは、うん、だからこれちょっと上とか見て筋肉鍛えてくださいって言われたの。へえ。これまだだって数ヶ月でしょ。まだ2ヶ月ぐらい。めっちゃいい風になったな。これどうしたの？それはあの、てるちゃんのおばあちゃんがくれました。何これ、何買ったのこれ嘘、誰が買ったの？ミリが買ってます。何、カエルが好きなの？もう1匹で十分でしょ。あんなでっかいカエル買っとるの酒飲みすぎだわ、お前。これどんだけ飲んだんだ。どこ座ったらいい？ここね。いい。みーちゃん、みーちゃんこっち座れ。俺らいいよ、こっちで。いい。いい。気使うよ。横に感じましょうか。いい、これ逃し方。はい、大丈夫。大丈夫。うそー、地味気になら、いいんじゃん、それ。いや、ソファ座ってください。いや、行かないもん。いや、全然座らないもん。何も、あの、あれです、もつ鍋のやつ。あ、来た、あ、俺行ってくる。あ、来たっすね。いや、待って、一緒に来るで。あれ、行きます。何これ？多分ここが潰されないように。あ、今そんなの。そういうこと？そういうことか。なんかずれないようにかと思った。そう、ずれないようにと思った。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。いただきます。はい。もう来よ。はい。まあ、今日もベタの自分7時ぐらいに行ってたんで、そしたら誰が来るって聞かれて、社長、寺道さんって言ったら、みんな、ミッチー君、ミッチー君って言って、すげえ、それしたら、みんな好きなんだ。俺が来た時に嫌がったもんな。でも、お前、偉いな、お前。お前の方が偉いな。でも、日本人とかベトナム人とか関係なくみんな好きなんで、でも、あそこまでとは思わなかったですね。そのベトナム人が不満持ってるのは分かったんですけど、そこまでがっつり。何もうしょっちゅうね、いっぱいいるからしょっちゅうね。あれミッチの誕生日会議なんか言われたよね。あれでもマジです。本当に本当にマジです。どう？なんで最初焼酎だったりしたの？焼酎か日本酒とか炭酸が飲めないんで。そんな好きなんだ。そんな。いや強そうに見えてよね、別に。いや、強くないです。ちゃんと記憶も飛びます。ちゃんと飛ぶよ。めちゃくちゃ強いですよ。お前行くともな、一時期まだ全然した時にちょこちょこ朝までたまりますね。だよね、別にな、ほんとにイライラしたんだから。なんだよ、これ言ったら。一番最初ですよね。まあそんな風に思わんじゃん。で、朝まで錦絵の見張りといてたら、どう考えても悪いようなしか、そういうふうに言うじゃん。
そんな女やめとけてよ、お前のって朝まで飲んでバカ女好きやな、そんなお話か。でもめっちゃ成長したよね、でも寺ね変わりましたね、うん、結構俺周りでさ、やっぱ YouTube 見てて、あの子こんなんでしょうとか言われて、変な風に見られがちやん、YouTube 上は案外娘だし、案外気ちっちゃいし。これ社員によく言うのがさ、うん、やっぱ俺昨日の人すごい勉強になった、あの MZ とさ1年で週1配信でチャンネル登録者1万5000からそういうのやったでしょ、あの再生回数でもすごかった、すごい俺すごい勉強になったなと思ったのは、編集の女の子ったでしょ、ゆうじくんの奥様、うん、あれがもうパソコンのエンターもわからなかった子を編集に挿して、でも絶対外注使わんっていうのは俺らの良さ知ってんのお前らで、あであの子が結構喋るじゃん、はい、社長ちょっとそんなもういいってとか言って言うじゃん、俺なんで伸びたのかな、あーいや本当そのこれ俺使えよっつって、そうそうそう、これ使わんかったらお前全然社長の味出てないやん、そう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 っていうところをバサッバサッって切る、うんうん、で俺もこれ使うんだよとか今みたいなのも最後に情報入れとかんと、あ俺あの時結構で面白いツッコミあったよね、てめえここ絶対使うんだよバカ野郎とか言ってるやつ本当全部使ってる。あそういうことか、客観的に見て楽しいとかじゃなくて自分が見てこうあっち切ってて、あこれだったら面白いってやつを出しとるってことだよね、そうそうそう、全然さ自分たち色が出とんだよね、はい、すいません多分仲いいやつから出とんで余計ツッコミがさ自然になってくるじゃん、社長行ってとか、はい、でこれいいや社長はこうやって喋るなとか、はい、何でも分かってるじゃんコミュニケーションって、はい、社長これ嫌がるだろうなとか、はい、社長このツッコミしたら嬉しそうに尻尾振って呼ぶわテレビやめてくれってどうするかなみたいなあるじゃん、でお互いのコミュニケーションの場があるじゃん、そうですね、いい考えさせられた、そうなってくるといい映画撮れるんだよな、うん、多分本当に昨日すごいいい感じだったよな、そうですね、このそばそばって2分かけてる、うん、ここで捨てないですよ、こっちで、この写真一人でさすがに聞いて、はい、帰ろうで、帰るに優しい、帰るが死んじゃうよ、帰るが死んじゃう、大事大事だ、いや、いや、妖精だよね、こっちは肺呼吸しようよ、こっちは、生命類、皮膚呼吸ですね、いや、違うでしょ、じゃあ、皮膚での呼吸は1割がしかしない、俺もちょ流星に語らせたらめちゃくちゃ詳しいからね、なんで詳しいレベルが違うなんでそんな桁が違うから、いや、キーリーでも呼吸できるレベル違う、なんでそんな詳しいの、俺違ったわ、ちょっと不安になってる、でも俺カメとか買ってるじゃん、あー結構調べるの、あーそうです、俺結構本当調べるの好きだから、なんだ流星類って、流星類は多分あれでしょ、カメも肺呼吸だよね、でカエルも多分大人になったらあのもう口呼吸、あの肺呼吸だ、ただ金魚の時に皮膚とエラ呼吸してる、で変える呼吸方法って言うんだろうな、変える呼吸皮膚化ってなったまずいよこれ変態後の生態は肺呼吸で陸上での生活が可能になります、しかしその肺は単純な袋状の構造で全呼吸量を賄えず、あ肺が逆に賄えないな、皮膚呼吸で補います、皮膚呼吸の割合は活動時のカエルで全呼吸量の2分の1から3分の1程度と言われています、結構してるわ俺もちょルーセリクの話はめちゃくちゃ詳しいから、なんでこれレベルが違うわ、桁が違うわだけど最初の頃めちゃめちゃ痛いの見てる最初の方はそう、何で慣れとんのかっていうぐらい飲んだでしょ、まあ、好きな子ができたのもしょうがないなーと思って言ってたけど、ああこれだったよな、大丈夫ですか、最初結構言っとったよな、ゆみちゃん、最初言ってましたよ、飲んでたよなあんまり言うのけろって、いや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 ちょっといやいやいや何個しゃないの、3つです、お前いくつ、僕30ですよ、20?7、あ、そうか、3つしたか、いつ結婚するの、何しようか、何しようぜ、はい、もうでもないだろ、どうですか、もう事故はないだろ、もう離婚はないだろ、もう浮気はあると思うけど、浮気はないですよ、別れるはないだろ、浮体ぐらいですよ浮体もない、浮体や、浮気はもしたもない浮気はなかった、こっち来て、まあ2ヶ月か、女の子もやっぱ
この、ま、仲良くしてる子がいますこっちで、いや地元が一緒の子がたまたま名古屋にいて昔から知ってる昔、まあ、18、19ぐらいかなでも仲いいんだはいもと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 かこっち来てこっち来てでもともといるって知ってるんで、うん、連絡取ってで俺も行くからっつって、うん、で行って、まあ、今何回かご飯行ってる可愛いのお前もちょっとお気に入りなんだお前潰してのやってるんじゃなくて狙ってんのお前はあでもそれはないですね地元の友達って感じですどういうことどういうこと可愛いけど地元の友達って感じだって可愛いやつ絶対狙うでしょ俺だったら狙うもんそのただ顔が可愛いっていうだけだなだけです、ね、性格がいいとかじゃなくて性格が悪いですねもしくは必要ないやんもう友達でいいやんって感じやりたいでもないんだないやりたいはあるだろいややりたいはない付き合いたいはなくてもやりたいはあるだろやりたいないっすねそうですね引き付けな顔可愛かったらやりたいだろ何2人で会ってでもだって酔っ払ったらもちろん立つじゃん誰でも立つよいや立たないっすよ俺キレも立つちょっと怒っとしたキレも立つ酔っ払った節目で立つよ俺はどれだけ綺麗な節目しろあえてうさがすあーそうだよ、ありがとうございますいいこれ全部重ねちゃっていいあはい、大丈夫じゃあちょっと締めようかはいはい、お疲れ様ですお疲れ様ですみーちゃん、ありがとうねありがとうございました当然の努力でそうですねあんま動画的な話しないのでちょっとされてるかどうかわかりませんまた面白い動画作ってきますんでよろしくお願いしますお願いしますお願いしますせーのでいいはいせーのまた見てね